ユメタウンのサイトは、長崎県長崎市元船町にある、株式会社泉が運営する、ショッピングセンター。店舗名解消前の外観長崎公園岸の、ウォーターフロント地域の再開発計画の一環として、建設され、2000年3月竣工、同年4月1日に開業した。売り場面積は、総計約28,600平方メートル。 元々は総合が1993年に出店計画を表明していたが、地元商店の反対運動により断念していた。施設は株式会社長崎ベイサイドモールが所有し、店舗の管理運営を広島県に本社を置き、西日本地域でショッピングセンターを展開している泉が行っている。初の都市中心部型店舗であり、21世紀へ向けた。 都心型複合商業施設というコンセプトにより夢タウンという名前は使用せず、夢サイトの名称で開業した。その後、泉の店舗名統一の方針に伴い、2013年9月1日に夢タウン無サイトに名称が変更され、夢、サイト独自で使用していた店舗ロゴも夢タウン共通のものに変更された。設計、指向は鹿島建設。店舗南側には、 部分的に石畳の敷かれたアスファルト舗装のスペースがあり、長崎くんち開催時は、鎮税大社諏訪神社から、お下りした御輿が鎮座する仮身や、お旅所が設置される。ありがとうございます。